皆さん、こんにちは。おはようございます。ではの脈部は、ケンギタカです。今日はヨーロッパオセアニアのスポーツ紹介します。オセアニアトルコの相撲、ヤールギュレーシ。これ、上半身は、裸ですが、ここ黒い、ズボン、革を履いて行うそうです。これ、時間は40分の制限設けられ、技によるポイントを積み重ねるやつです。これ、宮廷相撲だった時代ですね。はい。これ、相撲は相撲でも全然違う。他にもクリケット、やってみたいですね。私もクリケット。チーム11人ですね。はい。これ交代ですね。野球と同じですね。はい。ほぼ。1イニングは10アウトか50オーバーで終わらせる。1イニング半日から1日。1試合に3日ぐらいかかる場合もあります。クリケットはやりたくないです、自分は。はい。オーストラリアンフットボールはですね、これね、手と足を使うようなサッカーのような競技です。1チーム18人でございます。はい。タッチラグビー。これタックの代わりにタッチするのもいいですね。はい。タッチラグビーも驚きましたね。はい。オセアニアはね、ネットボールというものがあってね、はい。これね、女性が競技しやすいようにしたそうです。一チーム7人でパスとシュートのみ、ドリブルは一切しません。はい。驚きましたでしょうか。というわけで、ヨーロッパ、オセアニアのスポーツでした。バイバイ。